0、と等価な存在それが、プラスマイナス0、ではある。ある。これは0と相対性を形成し世界、それは存在する。プラスマイナス0波、その構成する内容からして個ではなく、そして無限にある。無限はこの時点でイコール、というニュアンスを持ち、この宇宙の無限性、それは、そんな感じである。最小のもの？は、0と等価なそれとしてその集合として物質は、構成されている。それが作る、すべては等価な存在である、という物理が倫理へ。ともかくどこまで行っても最強の先に波。等価な存在、それが現れる、わけで。その衝突が虚無へと至る道、それはその双方もよくわかっている、ので、その二つは衝突を回避する術をそこで見出すことにはなり、現状の、最上位の決定はそこで発生する。ともかく宇宙的物理として、消滅、破壊、そういうのは否定される正義。